ない人の救助に行く。自分だけ元気であってフリーであれば自分が行かなきゃいけない。一人吊るされ、一人負傷、一人発電機のもう、あとちょっとで回るとか。そんな状況ならばね、行かなきゃいけないんだ、自分自身が。そのためにゲームしろ。まあ、治療してもらいたい。でも、チップのために、他の人のところに行けと言ってるやつなんか、まあ、どうよ。そういう人がいたんだって。そういう人は今日ね、レンドさんとゲームしてたらね、夢のような時間帯だったのに、トラとゲームしたら地獄を味わってるらしい。トラとゲームした途端に、こればっかり使われてゲームが面白くねえんだけどさ。こればっかり使われてゲームがおもんないんです。とはリーユンとだから、この気がします。見れねえから、焦って見てるから分かんないんですよ、運営さんだから。自分たちも、してんでしょ。難易度上げないでください。焦って探しててると、全員でルインを発見した方が、なるんだけど、もう、あった。負けねえしよう、もうよ。マジかよ。
く意識はあるから、サボりもしないから、獲得意識はあるから、ただ、なかなか釣りペースは。そういうふうに、ちょっと見る機会で隠れるものもいいね、ほんと。マークも作っとけよ。ショットの合間に作っとかなきゃ逃げる気はねえだろうよ。マジでさ、なんでこうなんだよな。自分が言ってくれよ、そういけるならよ。ベンビン、この戦術はさ、俺にハードモードし無理に決まってんだろ。発電機回すさ、ルインも壊すわ、こんな無理に決まってんだろうよ。分かっていても行かなきゃいけない。で、勇気のとこを回させるためなの。テーマは。やばいよ。マジで汚い。回せよ。何のためにやってるんだ、俺が。手を離すな。まだ1台なの？まだ1台あっち回ってないの？あの爆速意識がありすぎて、もうこうなればこうなんだよな。 まだあっち回ってなかったの？こんなにやって、回そこが回って2台、あれラストじゃないの？あれラストじゃないの？向こう側回したのにまだ3台あったの？これ3台あったの？ゲームまずいだろ、3台もあるって。作れっつんだよ、もうよ。マジで3台もあったの？あと、いやーもう無理だって。こっち来た瞬間に、何してんだよこいつはよ。ワープゾーンに入る知恵もねえ。マジで無理だからこのメンバー、全部俺がチェイスのあれもやらなきゃいけねえ。全部負担かかってんだぜ。マジで信じらんねえわ。知恵がないってマジですげえもん。無鉄砲、こっちはそこに1台かと思ってた。あれ上り2台なんだと思って。無理だもんさ、もう。こっちはもう発電機回したいってのに回せない。武将のやつが急いで来るんだよ、もう。何回も吊るされて。4人いなきゃいけないからさ、そこのワープゾーン使うって知恵がねえもんな。うまいやつじゃねえだろ、こんな何週間も時間経ってよ。ワープゾーンも開けられないやつが無能だろ、どう考えても。だって逃げる位置ができるんだよ。ワープゾーン作ってる俺が神レベルのプレイヤーだね。なんで作んねえの、逆に聞きてえけどってレベル、こっちからすれば。意味わかんないんだけどって。どこ？
よな。使えないって言われたってしょうがないと思うよ。これ何か冒険で改造すんの？こういうイベントで使えるんだよ。こういうワープゾーンが。それで、何もしない奴らがいるんだよ。逃げ場所を確保した方がいいに決まってんのに。考えてるやつなんか三流だよ。みんなやられるんだよ。三人のためなんだよ。出たフェン、出たリユンジのためにも。ベトを上げないでいい。どんな苦しいか。俺を見捨てろよ。勝ちたいんだよチームで。ヒロちゃんデスバランス、スーパーズームスタンナーマープラウ、あったぞ。折れてんじゃねえぞ。な、こっち、あそこ行って。俺がいなきゃ何もできない。それはノラ。一筋の光、ワープゾーンを作ったことによって、あの青い玉を取りに行ったのか、俺を見つけに行ったのか。見かけにしたから、アントレスも迷ったんだよ。な。リユンジンもさ、気が強いだけの女性がいたら男のんびきするんだよ。押してダメなら引いてみろ。押したらな、世界が変わるんだ。押してばっかりいたらのんびきするだろ、男性陣。引いてみろ。こうするとまたリユンジンの良さが引き立つ。それと同じだ、俺がやったこと。ペンミンと、モレルの発撃だけだとマークされるんだ。だからもう一個作った。もう一個作って、そこになかったはずのワープゾーンも作ったことにより、で、俺ワープに入ってるから、ここにいると思わせて、ここのね、思わせたって。で、奇跡を起こす。それがヒロシャン。まあ、ただ積極的にやっていたからね、最初の方も、もうこの人たちが負傷状態でも、なるべき時にやっていたっていうので繋がったからね。よかったね、勝てね。三人の力のおかげですよ。はい、勝って当たり前。この辺だ。まあ、外から見てると、